日本鹿児島県鹿児島市、竹竹市は、鹿児島県鹿児島市の町名。旧鹿児島郡鹿児島近在、竹村、鹿児島郡西部田村大麻部、鹿児島市部町の一部。部1丁目から部3丁目まであり、全域で住居表示を実施している。郵便番号は890045。人口は7267人、世帯数は4158世帯。 鹿児島市の中心部、新川の下流域に位置している。町域の北方には西田、南方から西方にかけては、田上、東方には鹿児島中央駅を挟んで、中央町、西方には竹岡がそれぞれ接している。町域の北部を九州新幹線の高架橋が東西に通っており、町域の東端部には鹿児島中央駅がある。中央部には、 鹿児島県道24号鹿児島東一基線及び国道3号鹿児島バイパスが通り、鹿児島バイパスは竹岡トンネルを通りしか小島インターチェンジに至るが、県道24号は竹岡トンネルの周辺を南回りに通り、田上の中心部を通り、松本方面に至る。また、二0 1三年九月十九日に新竹岡トンネルが開通し、既存の竹岡トンネルは、 鹿児島市街方面、新竹岡トンネルは、鹿児島インターチェンジ方面の一方通行の2、車線道路として運用されている。教育施設は、南東端部には、鹿児島市立部小学校、西部にある丘陵の上に、鹿児島市立、竹中学校がある。また、鹿児島本線を挟んで、田上や上荒田町に接しており、鹿児島車両センターも付近に位置する。部という町名は、 うぶすながみである、竹部神社に由来するという説と、稲田がこの付近に多く所在していたためそれを竹と、呼称されるようになったという説がある。竹市という地名は、南北長期より見え、薩摩国鹿児島郡のうちであった。部は竹、竹とも書かれている。建 二郎四郎に、常与されているとある。地内の竹岡山城や野本源は、南北長期の古戦場跡である。江戸期には、鹿児島郡鹿児島近在のうちであり、村高は、天保豪町では1657国余り、急行給料では1135国余りであった。竹村は、天正年間に開発されたとされる。村内の天保山は、 図書広里による財政改革の一環として高月川を埋め立て、幕末からは藩の演習場として利用され、砲台も設置された。また、明治初期には村域の一部が新屋式通り町に分割された。1889年には町村制が施行されたのに伴い、西別府村、竹村、田上村の三村より西部田村が成立し、江戸期の竹村は、 西部田村の大技、部となった。1911年9月30日には、地域の大半及び、飛び地となっていた、ヤワタ田んぼ及び、天保山の区域が、鹿児島市に編入され、ヤワタ田んぼの区域が、高来町に、天保山の区域が下荒田町にそれぞれ編入され、その他の区域をもって新たに、鹿児島市の町、部長が設置された。1913年に、 地域内に川内線の部駅が設置された。この部駅は後に西鹿児島駅に改称し、九州新幹線鹿児島ルート開業に伴い、鹿児島中央駅に改称している。1934年に西部田村が鹿児島市に編入され、大麻部の残部をすべて部長に編入し、天保山町となった区域を除いた大麻部の全域が鹿児島市の町名である部長となった。 西鹿児島駅前一帯において、町会町名の変更が実施されることとなり、1970年に部長の一部より中央町が設置され、一部が上野園町に編入された。1975年に部長の一部のほかに、上新町、西田町、時和町の各一部より部一町目及び部二町目が成立した。部長は同年に一部が、 西田二丁目及び西田三丁目に分割され、1980年に部長の全域より部三丁目が成立した。鹿児島市立部小学校鹿児島中央駅、西口教育郵便局金融機関自社宿泊その他、九州旅客鉄道地域港企画道路、国道県道市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。